いや、世の中にはね、不思議なものがあるもんです。ノクさん、今回はね、宇宙人と UFO についてお話ししようかと思いますね。いや、私たち、アラフィフ世代が、幼い頃、空を見上げて何を思ったか、あの向こうには宇宙人がいるんではなかろうか、そしていかに今に地球に攻めてくるんじゃないだろうか、っていう、そんなね、恐ろしさですよね。ある日、見上げていた空の一角から、光る円盤が現れて、 青い光とともに私のことを連れ去っていくんではなかろうかそういう恐れとともに憧れがありました、ね、宇宙ってどんなところだろうと宇宙人の星ってどんな世界なんだろう宇宙人と友達になることはできないのかなみたいな感じですね、まあ、そういった子供心好奇心にまんまと刺激をもたらしたのが 各種 UFO 番組でおなじみの八尾伊純一 UFO ディレクターご存知日本で一番有名な UFO おじさんですね実はこの八尾伊純一さんは今宇宙塾というのを開催しましてねどのように宇宙とそして未来と融合していくかということをね精神論を教えてるみたいですね参加費は確か十数万だったと思いますけども私も問い合わせたことがあったんですけどもね 参加まではしなかったんですよね。当時お金がなかったんでね。まあこれから検索してもし宇宙塾があるんだったら参加してみたいと思います。まあ何にしてもこの八尾純一さんのすごいところはまさに番組を作るディレクターだということでですね。自分が UFO の番組を作ろうと思えばいとも簡単に作れたところなんですよ。と同時に自分で世界中をまあ主にアメリカとかスイスですけどね、取材して そこで得た証言や VTR フィルムをもとに番組をパパンとまとめ上げたってことですよね。で、これがですね、UFO スペシャルということで、ものすごくセンセーショナルな話題をかっさらって本もいっぱい売れてみたいなことになったんですけども、もともとはね、11PM っていう深夜番組の、まあ、水曜イレブン UFO 特集みたいな感じで、なんかスピンオフのコーナーだったんですよね。11PM という深夜、 マージャンですとかねレジャーですとかグルメだとかそういった、まあ、サラリーマンさんの、まあ、夜更かしをする時のための、まあ、レジャーを扱ったものだったわけなんですよでその中に UFO がドンと出てきてまさに当時のサラリーマン向け当時のアラフィブ向けだったと言ってもいいと思いますでもそういった番組を幼い私たちは聞きつけるにこっそりと夜中起き出してですね 家の茶の間に一台しかないテレビに、まあ、かじりついたものです、まあ、家族が寝てる中で自分だけを起き出して見るわけですからまあ見方によってはこうエッチな番組は隠れて見てるようにね家族から見られてたかもしれませんけどもどっこいそんなものよりも私たちの興味は宇宙人や UFO にあったわけですねさあそして八オイ純一氏を通じて知り合った 宇宙人との証言者たち、スイスのビリー・マイヤー氏この方はあ事故で片腕をなくしたんですけどもその傍ら宇宙人にいろんな UFO の写真を、まあ、撮らしているというね8ミリフィルムっていうのが珍しい時代に動画で鮮明に UFO の写真や動画をいっぱい記録として残しているというところでかなりね、うん、私たちにとっても わこれは宇宙人の存在をみんな認めるしかない,よ、ね、っていうんなんかね当時は超常現象とかねあのノストルダムスとかっていうのも花盛りでその科学の発展とと,ともにそれでも科学じゃ解明できないものに対する、まあ、妖怪とか霊魂とかね、まあ、そういったオカルトへの興味も私たちの心をつかんで離さなかったわけですよ。 超能力部分っていうのがありましてね。こぞってスプーンを台所から持ってきたものです <laughs>。そしてですね、もう一つ、この時有名だったテレビ番組に、たけしのテレビタックルっていうのがありました。TV タックルね。こちらの方では月に一回 UFO タックルっていうのがありましてね。ここではやっぱり宇宙人や UFO について論争を繰り返すというのがありました。 もともとは、ノストラダムスがいるのかいないのかっていうことを持ち込んだ人が、大月教授っていうのと共にね、激論を国に交わすっていうものだったんですけども、そこから派生して、多摩出版の編集長、これ、ニラサワっていう方がですね、ま,あ、まさにね、金星人を信じている UFO 信者で、で、この方と、それから大月教授の UFO なんてないよっていうね、このやりとりが面白くても、もう、 結論なんてどっちでもいいから、この二人が出ればね、どんな番組でも見たかなっていうやつですね。で、しまいには、その、TV タックルも、年末スペシャル、UFO スペシャル、嵐の激論バトルみたいな感じで、2時間わけで、大月教授と、そのニラサ編集長が、いろんなね、証拠と、それを論破するための科学的検証をもとに、えー、次々とね、UFO や宇宙人について、 その解明を見せてくれるといいうね、非常に楽しいものでした、ね、私たちの想像力,力もねかなりかきたてられたもんで私は当時小学生から中学生に上がるところでしったんですけども近所に宇宙人の秘密基地があると聞けばねそこに自転車でシャーッと行ってねまあ救命して回ったということですけども今のところ宇宙人にはね UFO にこ,うこれだという証拠をつかんだことはないですね私の体験としては UFO を見たりとかねそれから宇宙人に遭遇したりっていうのは 私の体験としては結構あるんですけどもまあなんせね証拠がないんですよねそれがもどかしいところですで今みたいにスマートフォンがあればバシバシ撮ったんでしょうけども当時はねカメラ一つ幼い私には満足に持てないものでしたまた高価だったんでねまだカメラっていうのは家に一台しかなくってフィルムが必要で現像にもお金がかかってって感じで仮に写真が撮れてもね現像する費用がなかったっていうのが <laughs> 私の 現実でした、まあ、ですんで宇宙人の関連書籍ってものに頼るしかなかったんですけどもその中で南山博さんとかね並木慎一郎さんとかああ UFO 研究でもこういう人がいるんだなっていうのもテレビそして本出版物当時は「ムー」っていうね本もありましたしそこから発生した「マヤ」っていうのもあったわけですよ。そういったオカルト専門誌の「ムー」っていうのは今おそらくもう廃刊になってるのかもしれませんけども。 インターネット上で情報が更新されてるみたいですねはいえそして宇宙人や UFO といえばやっぱりねアメリカなんですよアメリカ空軍が秘密を隠し持っていて CIA や FBI を通じて世界中の UFO 情報を調べてるみたいなことがありましたはいその中で出てきたのが、えー、マサチューセッツ工科大学出身の物理学者ロバート・ラザー博士です こののロバーート・ラザーハクスというのはですね宇宙人の秘密基地こちらに UFO の研究をしていたということで完全な国家から依頼されて働いている公務員だったわけですね。公務員でありながら非常に高いレベルの秘密を守ることを制約させられしかし宇宙人の研究 UFO の研究を繰り返すうちにこれを人類に対して 秘密にしているのは、人類に対するアメリカ合衆国の裏切りなんではないかなと思いまして、まあ、研究施設を脱走してそしてその事実をマスコミを通じてテレビを通じて世界中に公開したというそんな経緯がありますねそしてこのロバート・ラザーという博士天才で物理学者有名な方だったんですけどもなんと秘密を公開した その瞬間ロバート・ラザーの経歴こういったものが一切消されたそうですすなわちマサチューテッツ工科大学に行ったという実績もないと記録が抹消されたりいろんなところに勤務を繰り返した民間会社の勤務これも抹消されて自分の経歴が消されたことによって社会的信用を落とす作戦に出たわけですよねししかし熱心な研究者は 少ない証拠の中から確かにロバート・ラザーが彼の言うようにあらゆる会社に勤務していてそしてその元は MIT マサチューセッツ工科大学に在籍したという証拠をまあ掴んだんですよねと同時にこれはアメリカ政府が隠蔽したという事実の裏付けにもなったわけですまあストーリーが多いわけですよその他ねあのフロリダ州に住むエド・ウォルターというね あの建設会社の社長ですけどもまあこの方も度重なる宇宙人の訪問にもうね参っちゃってその写真をバンバン撮って雑誌やテレビに紹介したということもありましたそして表に出てこないアメリカ秘密研究の一つとして宇宙人の遺伝子を調べるというのもありましたねで宇宙人の遺伝子を調べてスペースチャイルド妻に 地球人の人間と宇宙人の愛の子の子供が生まれてモニカという名前で今多分30歳ぐらいになってると思いますね、うん、日本のテレビにもね中学生ぐらいのモニカが出ていた覚えがあるんですけどもまあ知的な美少女っていう感じでしたね女の子でしたねでもその後あまり有名にならなかったんですけどね <laughs> なんかハリウッド女優になりたいとか言ってましたけどね、はい、でそこで研究していたあ場所が ネダテストトサイトつまりはあのー、原子爆弾を作ったそんな関連施設のあるところでしたけどもねあのグルームレイクっていうあたりで、うん、そこでやられてそうですよテキサス州でしたかねまあともはねいろいろと宇宙人や UFO についてうんまあ興味は尽きないわけですけどもなんか懐かしいなと思いますね今宇宙人やをこううって見上げるような 余裕を人生に持てているかなと思ったらななかかその UFO ディレクターの八尾井純一さんが何で UFO を流行らせたかっていうともう当時のね社会人まあほにね当時の40代50代に語りかけたかったメッセージらしいんですよ。みんなねうつむいて仕事は立派にやってるけども自分の生き方を忘れてるんじゃないか。 確かにみんなで一つのことをする。そのために会社に勤めて、家庭に戻れば家庭サービス。それも立派なんだけども、一人の社会人、40代、50代の働き盛りの男として、自分が目指しているものや、自分が憧れていたものをもう一回見上げてみようよ。ということで、宇宙人や UFO を流行らせたらしいです。UFO が飛ぶってことは、空を見上げますよね。 つまり当時の40代50代に空を見てほしかったらしいんですよ。ということはね今ロスジネとかね40代50代が不遇の時代と言われてますけども実は30数年前40年前もう同じようにアラフィフは悩んでいたんですよ。この豊かな経済成長を遂げる日本で自分というのは一体どこに向かっているんだろうか。つつまりいつの世も 男は悩み、戦い続けてきたということなんじゃないかなと思いまして、今回のアルフィフ長者合宿、終了にしたいと思います。ありがとうございいまししたっってらっしゃい